と思います。話し方とか動画スキルよりもですね。ウェブライターになるにはということで、扶養とか業種とかですね、源泉徴収とか、まあ、あと本業でウェブライターになりたいという声がありますね。まあ、細かいところ、源泉徴収とか扶養とかそのあたりはですね、また僕、個別動画でお返ししますけれども、ご質問いただいたらですね、個別動画でご回答するんですが、まあ、業種、まあ、いろいろありますよね。ウェブライターは、まあ、業種、ウェブライターっていうのはまずですね、最初仕事を受けて、クラウドワークスとか単発で受けて、クライアントさんの望むものを書くということなので、あなたが書きたいものを書くというスタンスはまず捨てられた方がいいかなと思います。どんなものでも、どんな業種のものでも書ける。まあ、アダルトとかですね、なかなか女性とか書きづらいと思うんですけれども、これ仕事で割り切ってちゃんとできる人がですね、信頼されます。で、当たり前なんですけれども、仕事を選んでですね、やっていると自利品になってきますね。依頼される仕事はなくなってきますので、まずはちゃんと要望に応えられる。